1981年の横浜太陽ホエールズでは、1981年の横浜太陽ホエールズにおける動向をまとめる。1981年の横浜太陽ホエールズは、同野都市監督の2年目のシーズンである。前年4位から巻き返すべく、チームはアリゾナ州メサでキャンプを行うが、野球用具約64万円分が、盗難に遭うアクシデントに見舞われる。 広島との開幕カードが2試合とも雨で流れ、結果的に2年連続で巨人をホームに迎え、開幕したが、その巨人相手に8連敗を喫し、チームは5月下旬に再開に転落。6月に入ると、山下大輔が74打数30に安打、月間打率、432と打ちまくり、月間 MVP を受賞。チームも12勝5敗と大きく勝ち越したが、7月に、 入ると、中旬に7連敗、8月にも8連敗を喫し、再開が決定的となった。9月にも9連敗を喫したところで9月24日に土井監督は休養、残り試合は山根俊秀投手コーチが指揮を取った。投手陣は、ベテラン平松正二と野村治が勝ち星1桁に終わったほか、先発、抑えの両方で活躍した斉藤昭夫が、 リーグ最多敗を記録するなど、チーム防御率4.41はリーグ最下位打撃陣は、山下の。278が最高でそれ以上の打率を上げた、打者はおらず、チーム本塁が、チーム打率ともに、リーグ最下位この年は、野球用具盗難、監督休養、優勝した巨人に4勝20敗2分と大きく、負け越し、位の中日にゲーム以上も離され、 セリーグ6球団で唯一の二桁勝利投手ゼロなど散々な一年となった。カード別成績では巨人を含め上位3チームにわずか17勝しか挙げられず、中日に14勝12敗と勝ち越すのがやっとだった。この頃から横浜太陽銀行の別称が使われるようになる。ありがとうございます。